はい、どうも石川です。新横浜で今日ウーバーイーツやってるんですけど、見てください、このめちゃめちゃ人がいる。くっそ人がいるんですよ、これ。じゃもう完全にコミュ障みたいになってるから大変なんだけど、もうこんな感じ。やばい、ちょっと横浜で、新横浜で、あの可愛い子いたらぜひ、あの LINE とチャンネル登録よろしくお願いします。やばいぞこれは。ってことで配達していきます。さようなら。さよ、はい、たびたび、どうも。さっき駅やばかったっす。めちゃめちゃなんか女子高生とか、なんか大学生の女子がめっちゃいて、マジ LINE 交換してって思いながらも、まあ僕配達があるんですごい走ってたんですけど、今もうちょっと横浜疲れたんで、今日は今2軒だけやって約800円ぐらいですね、稼いで帰ろうかなと思います。1軒がね300円 で2軒目がね510何円ぐらいでした。まあ実際今日はね、ちょっとこのバイクで、このかっこいいこのこいつでちょっとどれぐらいできるのかなっていうのをちょっと試したくて、気分転換であの横浜に来たって感じなんで、やっぱね、ちょっと自分苦手意識あるね。なんか、ほんと道が広いし、でかいし、しかも新横浜駅が超工事してるんですよ。だからすごい信号待つし、あと車もめちゃめちゃ出入りするから、ちょっとなんかね、自分的には不安な意識があって、ちょっとね、緊張しました。あとバイクこう止めるときとかに、多分ね、渋谷とか東京の人と似たような感覚かもしれないんだけど、俺やったことないから、ちょっといつか行くけど、こう、要するに駐禁切られるのかなっていうのがめっちゃ心配。めっちゃ人いるから、本当に。超人がいてさ、広場みたいなところに。で、このバイク置いて、バッグ置いて、このバッグ置いていくから、なんか、パクられるんじゃないかなと思って。まあ実際そういう人いないしね。パクったらもう、本当悲しくなって、俺、LINE ID いっぱい聞いちゃうから、大変なことになっちゃうけど。まあなんかそういうところが心配でした。だから普段僕がやってる川崎とかは、特に武蔵小杉とかは、冷静に考えると結構落ち着いてできるなっていうのが僕の主観ですね。まあ別に落ち着いてはできないけど、結構なんか、うん、雰囲気落ち着いてる街だなって、なんか変な風に思えるようになっちゃった。ここの方がだからやばい。横浜、そう、やっぱ道がすごいね。あっち行ったりこっち行ったりって遠くから呼ばれるから、基本的に11分12分のとこから呼ばれて、まあ、実際嘘なんだけど15分ぐらいとこから呼ばれるんですけど、そうするとやっぱ移動距離長いね、うん、で意外と配達、今の最後のところが配達500円とかかかったからよかったけど、やっぱこう遠くに行ってロング、要するにロングピックってやつ、こう取りに行くのは遠いけど、ここから何ドロップか、それがショートドロップだったらマジでこの時間何って思うでしょ。本当に20分とかかけていくから、それでもう一回20分かけていくみたいな。いやー、だからちょっとそこがね、今僕のちょっといろんな考えどころかなって、 Uber Eats のこのちょっとやり方をまた改善しないといけないなって僕は思ってます。すいません、ヘルメットかぶったもんまで。とりあえず今ね、ここが、皆さん横浜って聞くとさ、いや僕言ってるのは新横浜とか横浜とか、どこだっけ、中華街とか、あそこのことはもちろん俺は言ってるんだけど、ちょっと外れると、今裏道で Google マップで書いてて、え、何ここって思ったのか、こんな感じです。ででん。ディン。わかる？わかりますか？これ。ちょっと待って、今ね。こんな感じ。今、インカメだから。すごくない？っていう感じです。はい。結構、こういう感じでした。とりあえずまた、川崎とか、ちょっと東京にもね、目指してやっていきたいなと思います。いや、そういう感じですけど。じゃあ。もうやばい、普通に間違えて一時停止をしてた、今。すげえ、めっちゃ中学生の子とかにさ、なんだあいつみたいな感じでめっちゃ笑われて、今笑われた通り、今ここに多分映ってたと思うんですけど、めっちゃ笑われてるっていうね。はい、ということで、とりあえず、すいません。いつもね、なんかすげえ、報告の仕方がね、動画の載せ方がすげえ、めちゃくちゃ下手でちょっと申し訳ないんですけど、まあとりあえずこれがリアルですよ。ね、僕はリアルを届けたいんで。とりあえず横浜は今日結構鳴った方ではある、だから。鳴っ
ったけど遠いから、であとちょっと俺が緊張してたから、それでこうもう全部拒否したっていう4件ぐらい最初拒否して、で今ようやくこの2件とかがようやくてか来たからやってみたって感じ。そう、ちょっとやる気が出たからみたいな。いやー、だから横浜でやってる人すごいなって俺逆に思うね。すごい、東京ももうもはやこんな感じなのかなって、ちょっと緊張すんなー。で今度東京ね、ちょっとブーストとかインセンティブはつかないけど、あの結構 YouTube の動画とかでその東京でやってる人とかの動画見ると、要するにやっぱブーストとかなしでもこう呼ばれるから、たくさんその分でお金が稼げるみたいな。だからそれちょっといいなと思ってるんで、ちょっとまあまた気が向いたらやりたいと思います。はい、ぜひね、はい、あの僕がねかっこいいなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。あと横浜にね住んでるね、あの巨乳の子もぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter のねフォローもよろしくお願いします。はい、ということで横浜のね大草原からお送りいたしました。またねー。